待っていたぞ、闇の同胞よ。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。メア好みの美少年もお尻も来なくて、なんだかやる気が出ないにゃ。だるいにゃ。何？あの冒険者くんのことでも待ってるの？そうじゃないにゃ。確かにあの少年のお尻のプリッとした感じはオラリオでも指折りにゃ。けど他にもいいお尻はあるにゃ。ミャはそんな美尻の客、いや客の美尻を見なきゃやる気が出ないのにゃ。あんた客のことなんて目で見てるわけ。どうせ働くならそういう楽しみくらい別にあってもいいはずにゃ。確かに思うのは自由だけどさ。あ、いらっしゃいませ。どうもこんにちは。にゃ、プリッとしたお尻が来たにゃ。もうちょい控えた言い方あんでしょ。今日はシルさんに渡したいものがあって来たんですけど。ああ、シルなら。シルは宮川ちゃんのお使いで外に出てるにゃ。すぐ戻るからそれまでそこに座って待っているといいにゃ。あ、そうなんですか。じゃあお言葉に甘えて。最適な位置取りにゃ。あのお尻をミャーのものにできたら。ほどほどにしとけよ。にゃにゃ、どうかしたにゃ。いえ、もしかして僕のお尻に何かついてるのかなって。実はお尻にゴミがついてるけど、こんなのすぐにミャーが払ってやるにゃ。え？クロエ。ゲッ！シル！ベルさんに一体何してるの？別に何もしてないにゃ。あ、シルおかえり。もう聞いてよ、クロエがさ。黙るにゃ。シル、本当に何でもないにゃ。そう、それならいいけど。ベルさん、来てくれてたんですね。今のシルの笑顔、死ぬほど怖かったにゃ。だからほどほどにしとけって言ったじゃん。こんなんじゃやっぱりやる気なんて出ないにゃ。へえ、そうかい。宮川ちゃん！そんなにやる気が出ないなら違う仕事を頼んでもいいんだよ。今のは冗談にゃ。ほら、いつも通りやる気満々にゃ。にゃー。なるほど、あれが今回の標的にゃ。この程度なら楽勝にゃ。まったく、こんな美味しい仕事ばっかりなら楽なのににゃ。こんなところで何をしているのですか。にゃにゃ。最近様子がおかしいと思い後をつけてみれば、もう裏稼業からは足を洗ったのではなかったのですか。誤解にゃ。誤解？そうにゃ。ミャーはもう切った張ったの世界からは足を洗ったにゃ。ではあちらの人物を標的と呼び尾行していたのはどう説明するつもりですか。
身内が凶行を犯すとなれば、私も場合によっては。待つにゃ。あの標的は暗殺される側にゃ。あなたの標的であるならそれは当然なのでは。だからそこが勘違いにゃ。あの標的を狙ってるのはあっちにいる男どもにゃ。男ども？おい、誰かいる。ずらけるぞ。あ、逃げるにゃ。リュウ、おみゃのせいにゃ。おみゃの手伝うにゃ。まったく手を焼かせるんじゃないにゃ。クロエ、まさかこれは。そうにゃ、ミャーは暗殺を防止してるにゃ。つまり護衛？そんな大層なもんじゃないにゃ。ただミャーくらいになればどんなやつがどこでどんな風に暗殺を決行するか手に取るようにわかるにゃ。だから暗殺されそうなやつから金をもらって暗殺を未然に防ぐバイトをしてるにゃ。そういうことでしたか。人を守る立派な任務なのにゃ。いえ、バイトですよね。にゃ、ちょっとくらいカッコつけた言い方したかったにゃ。夜更けにこそこそ離れを抜け出していくのが見えたのでつい疑ってしまいました。ま、心配してくれたのは嬉しいけどにゃ。それにこれが意外にやってみるといいものにゃ。クロエ、あなた。暗殺者って人集めて騒ぎ立てるだけでその場は諦めるし、強い冒険者とかと戦う必要もないにゃ。こんなんでお金もらえるなら元から交友関与にするべきだったにゃ。少しでも感動した私が愚かでした。にゃふふ、ミャーは善人でも聖人でもないのにゃ。ま、そんなわけだから心配いらないにゃ。ええ、私も最低限安心はできました。ではこれで。あ、待つにゃ、リュウ。何ですか？このことは宮川ちゃんには黙っていてほしいにゃ。副業がバレたらまたややこしいことになるにゃ。確かにそれはそうですね。わかりました。このことは胸の中に留めておきます。オンに切るにゃ。それにしても暗殺するより妨害をする方が楽に儲かるなんて皮肉な話にゃ。リュウには言わなかったけど超極悪人の方が助かりたい一心で金払いもいいしね。そういうやつに限って何度も狙われるし、いい金づる。にゅふふ、昔ミアをこき使ったような連中からたっぷり絞り取ってやるにゃ。銀の首輪、憎悪の舞、ムクロの幻想、代償はここに。回れ銀鱗、この首落ちるその日まで駆け抜ける。女神の真意を乗せてグラリネーゼ・クローベル。緊急事態がつきもの、かつ強い。まだ